はいどうもこんにちは、決定中継です。ダイングライト発売おめでとうございます。ということで、皆さんダイングライトを購入するか迷ってる人たちもいるかもわからんので、軽くシステム説明をしたいと思います。まだ私、えー、全クリとか全然やってないので、間違いも多々あると思いますが、管理しちゃってください。はい、えー、これはぶっちゃけ、FPS 型オープンフィールドなんですが、ファークライです。はいファークライ。ファークライのゾンビ版って感じですね。うん。これが安全区域。 でこれ解除,解除した安全区域ね。これは解除してない安全区域。安全区域に貼ると寝ることができて、あとゾンビが襲ってこない。うん、これはね朝、昼、夜って時間が流れるのよ。時間が流れるから、まあ、昼の時間帯に寝ると夜になるし、夜の時間帯になると朝になる。うん、で、えー、太陽が出てるときと出てないときでできるクエストが、えー、変わったりするので、まあ、そこら辺は面白いですよ。で、クエストも、まあ、いつも通りな感じですね。メインクエストがあって、サブクエストがある。 うん、それを、えー、どん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 クリアしていくっていう感じですかね。うん、でねあのー、ファークラインみたいな感じで突如イベントが起きたりします、えー、救援物資が降ってきて「取りに行け!」みたいな感じそれか民間人が襲われてて「助けて!」みたいなそういう突如イベントみたいなのが、えーまあ、出たりしますね。うん、でこれは設計図ですね設計図によって、えー、武器を作ったり、まあ、治療キットとか爆竹とかそういうのを作ったりします。 で、えーっとね、これがバックパックこれはバックパッククパで武器をしまうことができます。でこっちが装備中の武器です。えー、っとアイコンでね白とか、まあ、水色とかいろいろあるじゃないですか。それによってレア度が違います。白がね一番レア度が低いのかな。でレア度が低かったり、まあ、使えないなと思ったら売ることもできるし、こうやって解体してパーツに変えることができます。でパーツに変えるとまたそのパーツと別のパーツで、えー、新しい。 ななんか道具を作ったり、まあ、素材になりまま素、ねうん、素材材ににすすね戻こともできます、うん、でねこの武器はね、えー、耐久度みたいなのがあって使えば使うほど、えー、弱くなっていきますでこれはもうほとんど使えないですね耐久性が2ってなってるのでで修理することもできるんですよ修理することもできるんやけど、えー、修理するとあのー、ほら右下に2って書いてあるでしょこれがねどんどん減っていきますでこれは、えー、まあ 補給場みたいなところでもらったりもできるし街中にも落ちてるんかな修理する道具みたいなのが。うん、と思うで、この三角ってなってるからこれはもうね使えない、まあ、一応使えるけどダメージとしての、まあ、役割がほとんどないですね、うんまあ、こうやってねどん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 ん消費されていきます基本的に打撃武器しかありません一応銃はあるみたいですけどほとんどないですほとんどないだから基本打撃でゾンビを倒すっていう感じですね。 でこういう高所に登っているとゾンビは襲ってきません。ただ襲ってくるゾンビもいます。普通上のゾンビは襲ってこない。うん、で昼の時のゾンビはぶっちゃけ空気です、うん。空気。普通に移動してる分には何も怖くないです。ただ夜になると話が変わってきてめちゃめちゃ強いゾンビがワンサーが出てきます。うん、ワンサーが出てくる。その代わり夜、経験値が2倍とかになるのかな。うん、それがね、ちょっとまあ美味しいって感じかな。 うん、で経験値を貯めるとスキルポイントがもらえて、まあ、こうやってねスキルツリーをアンロックすることができる、うん、ただ死ぬとゼロにあります死ぬとゼロになるここら辺はちょっときつくざくと思う、うん、だからバイオみたいにこう無双できるっていうよりはホ、えー、本当にブラッドボーンみたいな感じで死んだら終わりだよみたいなで基本あまり敵倒せまあブラッドボーンは倒せるけどあまり倒せないよみたいな感じですねでえっとゾンビ1匹やってみようかなこれ攻撃するとまあスタミナがどんどん 減っていきますレンダーで攻撃するとねこれで死んだのかなこれで死んだねでこれ拾うときもほらパークラインのモーションと一緒やねあアオ、まあ、こうやってゾンビがどん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 襲ってきます、えー、今のように戦闘するとややこい移動する時は全然ややこくないけど、うん、戦闘になるとね割とややこいんよね1匹倒すのように時間かかるからミッション中にいっぱいゾンビ出てくるけど例えば、えー、どこかでピッキング作業とかね、うん 結構ややここしいことになる戦闘はあんな感じですね普通に移動する分にはね全然大丈夫だよほらこうやってゾンビいっぱいいるけど、まあ、全然問題なく移動できるでしょう、まあ、こんな感じで移動は特に問題ありませんだからめちゃくちゃバランスがいいと思うよミッションする時とかなんか作業する時にはゾンビがかなり鬱陶しくなるけど移動する時は全然まあノー プロブレムって感じでかなりバランスのとれた考えられたゲームだと思いますでこうやっていろんなとこに登れたりするので自由度も結構高いですよ、うん、高い一応ね日本ではまだ発売されたばっかりかからばっかりだから何て言われてるのかわかんないけど海外では一応紙作扱いされてるみたいです十分面白いと思いますまあでもぶっちゃけ説明するのはこんな感じかな あんまり説明することがないので、うん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 、そんな感じだね。グラフィックはね、すごい綺麗です。YouTube 上では分からんけど、これ本当にね、木に見える。うん、本当に木に見えるね。う本当に草に見えるし、なんかね、香りまでたどってくるんちゃうかっていうレベルですごい、グラフィックは綺麗だと思います。オープンフィールドのくせにね。うん、オープンフィールドってそんなにグラフィックはあれだから、すごいなーって思う。うん ま、こんな感じかなとりあえずはじゃあ皆さんアディオス